ビッカース VC-10 ビッカース VC-10 はイギリスの航空機メーカービッカース、現バイシステムズ社の長距離用ジェット旅客機、本機をもとに開発されたイギリス空軍の輸送機、空中給油機についても触れる。1950年代の前半、ビッカース社では同社のバリアント爆撃機を基本に拡大したイギリス空軍向け長距離ジェット輸送機、 V1000 と民間旅客機 VC7 の開発を進めていたが、バリアントに機体構造上の欠陥が明らかになったため、1955年にイギリス空軍が V-1000 の仮発注をキャンセルし、また英国海外航空も VC7 計画に大使興味を示さなかったため、両機の計画はキャンセルされた。BOAC は、 世界最初のジェット旅客機ディハビランドコメットを運用していたが、航続距離が短い上に座席数が少ないだけでなく、就航後間もなく構造上の問題から連続事故を起こしたため、数年間にわたり運航が停止されていた。このため BOAC は改良型のコメット4を改めて発注するとともに、1956年にはコメットより大型のアメリカ製。 ジェット旅客機ボーイング707をロールスロイス製エンジンに換装した上で発注した。しかしコメット4は機体規模に対してパワフルな反面、設計年陣の古さからすでに球体化しており、一方ボーイング707は南アジアやアフリカ方面への中距離帝国、まあ、ミディアム、レンジアンピールルートで運行するには課題で、特にパキスタン・シンガポール間の運行に向かず、 加えて、出力不足から、カノやナイロビといった高高度の空港での離着陸性能に難があり、投量が大きく減じられる問題点が明らかになった。そこで、BOAC は1957年に、イギリスの航空機メーカー数社にマールート向けのジェット旅客機の開発を打診し、デファビランド社、ハンドレページ社、そしてビッカース社が抗応した。 ビッカース社が提案した VC10 は自動広報制御システム搭載のみならず高温、高地下での離着陸性能も追求したもので、同用途で先行する手動カラベルを拡大したかのような TGB 翼に4発、リエンジン方式に高アオン速巡航を可能にする PK 翼型を採用し、複式自動着陸装置など、当時最先端のアビオニクスを満載したが、 開発費の高騰と計画の遅延は、セールス上致名称になり、世界的、ベストセラーの前作、バイカウントデータ利益を吐き出しただけと揶揄された。エンジンのない主力には、全幅にわたって高揚力装置の装備が可能になり、目論み通り、民間旅客機として、世界最強のエストール性能を発揮した。しかしながら、ビブにエンジン4機を集中配備する。 機体構成上の制約から低重バイパス比、ファンジェットしか搭載できず、後に出現する高バイパス比エンジン搭載機に比べ、騒音が大きいという単位があった。そのため地上では、VC10 が遠くに位置していても、いつ、頭上に飛来するかが分かったという。なお、この TGB 翼、4発リアエンジン方式レイアウトは、ソ連の移住しにいるマイナス62が即座に、 追従しており、当初より、コピー季節が囁かれていた。実際、ソ連のスパイが v C、VC-10 の基本設計図を非合法裏に、入手しそれをもとに設計されたことが、冷戦終結後に、暴露されている。計画着手時から50機受注したものの、1962年7月に、ようやく初飛行する開発遅延ぶりでは追加受注も、 なく、ライバルのボーイング707に遅れること6年、ダグラス DC-8 に遅れること5年の1964年4月になって初号機が BOAC のロンドンラゴス線に就航した。その後胴体を4.3メートルストレッチし、エンジンを強化したスーパー VC10 タイプ1150も含め、1970年に生産終了するまで、 イギリス国内向けに55機と、イギリス連邦諸国を中心とした、中東やアフリの航空会社などに9機が引き渡されるに止まった。さらにオイルショックの影響を受け、収益性の悪いスタンダード VC10、タイプ1101から1109は1970年代には、花形の大西洋路線から姿を消し、スーパー VC10 も1980年代初期に、 運航を終了したことにより、旅客基盤の VC10 は全機引退している。POAC とそれを継いだ、ブリティッシュエアウェイズが1970年代、中盤まで定期乗り入れに使用していただけでなく、イギリス王室専用機として各国歴法していたことから、日本でも馴染み深い機種だった。1960年、イギリス空軍は戦略輸送機の使用を発行し、 翌年に VC10 改造機の採用を決定した。胴体はコンビタイプを基本にし、エンジンはスーパー VC10、翼は新設計され1965年11月26日にテスト飛行を行った。同機は VC-10CMK1、VC-10C1 と略されると命名された。ビッカス社がブリティッシュヤクラフトコーポレーション社へ統合されたため、 1978年に RAF は BAC と既存の VC10 とスーパー VC10 の空中給油機への改造契約を結んだ。VC-10 は胴体にエンジンを装備しているため他の給油機と異なり主翼に給油ポッドを搭載しても非給油機がエンジン排気に入る心配がなく給油を受けやすいというメリットがあった。2006年 朝鮮民主主義人民共和国が実施を発表した核実験に関連して2機の RA 会所属 VC-10 が沖縄県のアメリカ空軍カでな基地に飛来した。これは大気中の核実験由来の放射性物質の観測、採取を目的としたもので主翼下に空気採取カプセルを装着して東シナ海上などで行動していた。ちなみにこのイギリス空軍の行動は 朝鮮戦争に由来する国連軍としての活動の一環と位置づけられていた。2013年9月25日、最後の VC-10 登録ザ147がブライズノートン基地からブランティングソープ飛行場へ最終飛行を実施、退役。イギリス空軍は VC-10 とロッキードトライスターの任務は次世代空中級油機アバス A330MRTT ボイジャーへ引き継ぎ VC-10 の運用は終了させている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。